またちょ待って待って待って、今しびれてしびれて。陸上三段跳びの山本選手、鍛え上げたボディを惜しみなく披露します。高校の最後は59とかなんですね、確か。だから7キロ8キロ増えた分は筋肉もちろん体脂肪率は 5% 台。大学で上半身を鍛え直し記録を伸ばした成功体験が原点です。山本選手は諫早農業高校3年で出場した東京国体で高校記録を樹立。大学では日本選手権連覇や世界選手権出場を果たすなど、東京オリンピックに限りなく近い県内出身選手です。ふるさとをこよなく愛する山本選手のパワースポットはやはり長崎。今年社会人生活最初の大会に地元を選んだほど。ただこの時右膝の怪我に悩まされていました。僕もそういう怪我にあったことがなかったんで、そのままずるずる続けてたらひどくなっちゃったっていうことですね。16メートル7の記録は高校時代より低いものでした。社会人1年目で、期待してもらってる部分もあったんで、そういう面ではすごい苦しかったですね。東京まで2年と迫る中ぶつかった大きな壁。跳躍練習すらできない中参加した地元の国体候補選手の合宿で光が差してきました。流れはやっぱ助走のね、流れはいいけん全然ブレーキかからない感じで、なんか転ぶような感じでさ、踏み切れそうよ。いつもの龍馬サウンドよ。復活のきっかけをつかんだ山本選手、目指すは来月福井で行われる国体での完全復活です。目標としているのはどこの大会ですか？今ですか？今は国体です、完全に。期待されているようにしっかりと一番発展取ってこれるようにしたいなと思ってます。